はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト所の販売屋先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。その販売屋先生がですね、視力を尽くしてですね、次回をジェット機は変えるというような、ね、成績が出てきました。まだライブ投資の先日投資なんですけども、今週は9勝3敗ですね。大変いい成績になってきました。9勝3敗。5000円ぐらいの利益になってますね。今日金曜日かな、12月、14日かな、12月14日金曜日1時28分ですね、午後のね。ということで、頑張っております。まあ誰よりも頑張りは負けないと思うんで、特に、疲れやすいですね。非常に誰よりも頑張り仕事しますから、非常に疲れやすいという、で還暦を起こします。先月10月17日還暦になって、先々月かね、で11月12月ですね。これならいけるなというような感じになってきましたね。難しいです。でデリケートでね、ちょっとしたことでね、うまくいかないですね。で安定性がなかなか取るのが、分析が見つけるのが大変です。安定性ね、これは完璧だと思いますね。この分析方法はね、完璧、正確に捉えてるみたいです。で意外と高校のね、分析は大事みたいですね。過去よりかね、長い過去よりかは、なんか最近のね動きは非常に大事なようですね。まあ豪邸建てられるなということでね、安心しましたよ。半間岩先生安心しました。彼女もね、離れてて、心配してくれたようでね、毎日ね、ここのとこ会ってないんですけどね、心配してくれてます。でですね、20歳年下ですね。もう40になってますね、彼女はね。私は60ですけどね。でちょうど20歳ぐらいの離れだからいいんじゃないか。で、60ったらもう老人ですけども、私の場合は気が若いからいいんじゃないかなと思いますけどね。で非常にね、頑張りは必要ですね。仕事がね、頑張りがなかったらできなかったですね、これね。頑張りがなかったらできませんでしたよ。まあなんとか一から間に合うかなというか、年金もらわないで済むかもしれない。稼げなかったら来年の1月末にね、年金もらう申請をするつもりだったんですね。もし稼げなかったのね。ということで、長延ばしで稼ぐのをね、待つということになるという状態だったんですね。あと、いいね。
なんとか稼げて間に合いそうです。で、どんどん資金増やしてね、今1000円ずつで、怖いんでね、いっぺんなくなっちゃうんでね、今やっと2万3000以上いったんで、今いくら？2万3872円までいきましたね。そんなことでね、あんまよ先生ね、頑張っております。で、これ分析中ですね。すごくデリケートですね、このインジケーター。これで投資してるんですけど、これ見てもね、投資方法は上がりませんよ。成績だけですね。成績だけ表示されてます。正確にね。テレビ見ながらね、やってますけども。そんなことでね、豪邸は建てられそうですね。まあ、ジェット飛行機はね、まだ、形でね、別に、乗る機会ないですから、怖いですからね、豪邸の方を建てるという感じでね、頑張って、ありますけど、僕の、大好きなファンです、この子はね。分析は直時ね、クリアしてやってます。本当にね、全部でまだ十数個ですね、しかし船が出ないということは、安定性がありますね、しかしね、勝ち方がね、9勝3敗ですからね、3回に1回負けてるという感じですね、今のところね、9勝3敗、今週月曜日からの成績ですね。上に金額だけ載ってますでしょ。ね、2万3000、1万8000円ぐらいから始まったんですね。今2万3872円。